ピーター・マイケル・モイランは、オーストラリア連邦西オーストラリア州パース出身の元プロ野球選手、ウトウミギウ愛称はスレッジ。1996年にミネソタツインズと契約し、渡米した。しかし、マイナーリーグで一番下のクラスである、ルーキーリーグで2年間プレーするも、球速が80マイルパーアワー大後半を超えることが、ほとんどなく、 また精神的な問題もあったため、上のクラスに昇格することなく1997年のシーズン終了後に解雇され母国オーストラリアへ戻る。母国では医薬品のセールスマンとして務め、野球は週末に地元クラブチームの試合に出場する程度に続けていた。映画、オールドルーキーの DVD を繰り返し見て、これが俺だったらいいのにと思うなど、メジャーリーグに未練を残していた。 その後二度にわたる背中の手術を受けたため、投球フォームをサイドスローに変えてみたところ、球速が90マイルパーアワーを大きく超えるようになり、さらにこれまでにないくらい球が動くようになった。2005年8月にスカウトがスピードガンで測定した時には94マイルパーアワーを記録し、も、イラン本人も誰かがいたずらを仕掛けたのかと思ったと驚くほどであった。 2006年3月に開催された第1回、ワールドベースボールクラシックのオーストラリア代表に選出された。同大会では3月9日に行われた一次リーグ、第2戦のベネズエラ戦に登板した。1.2回を投げ、予死球ごと請球に苦しむも、ボビー・アブレイやマグリオ,オレドニエスなど、メジャーリーグのスター選手たちから4つの三振を奪う。 オーストラリアはこの試合に0から2で敗れて2次、リーグ進出を逃しもイランの当番はこの1試合だけに終わる WBC でのもイランの投球はメジャーリーグのスカウトの目を引き大会直後にアトランタブレーブスと契約を結ぶことになったオーストラリア代表チームの投手コーチがブレーブスとの間に人脈を持っていたという2006年4月12日のフィラデルフィアフィリーズ戦で メジャーデビューを果たし、史上23人目のオーストラリア人メジャーリーガーとなる。この年は、マイナートリプル A 級リッチモンドブレイブスへの降格と、メジャーへの昇格とを繰り返し、昇格が計4回という忙しいシーズンとなった。2007年も開幕は、トリプル A 級リッチモンドで迎えたが、4月18日にメジャーへ昇格。この年は、マイク・ゴンザレスの故障や、 ボブ・ウィックマンの解雇などで、救援陣が手薄になっていたこともあり、チームサイトの80試合に登板。うち20試合で、投球回が1イニングを超えたものの、防御率1.80を記録した。監督のボビー・コックスは、5回や6回のピンチで、登板させてもよし、8回に投げさせてもよし、最終回に出しても心配いらないだろう。彼のような男が、 チームにいてくれて嬉しいよ。センセーショナルなシーズンだったねと称賛している。2008年は4月11日のワシントンナショナルズ戦に登板した翌朝、起床した時肘に痛みを感じていることに気づく。病院での検査の結果、そのまま故障者リスト入りとなり、5月にトミー・ジョン手術を受けて残りのシーズンを棒に振ることとなった。2009年4月8日、 シーズン開幕から3試合目のフィリーズ戦に登板し1年ぶりに復帰。一時はシーズン開幕時点での復帰は絶望的と見られていたほどの故障から回復したばかりであるにもかかわらず、この年は全162試合の半分以上かつ球団新記録の87試合に登板し、基本類打例の25ホールド、防御率2.84と高騰した。二千十年も モイランは2年連続チーム最多となる85試合に当番。斉藤隆やジョニー・ベンタースらと共に、抑えのビリー・ワグナーへとつなぐ中継ぎとして活躍し、リーグ屈指の救援陣を支えた。コックスが監督業からの優待を表明していたこの年、ブレーブスは91勝71敗でワイルドカードを獲得し、5年ぶりのポストシーズン進出を果たしている。 2011年は故障続きで13試合の当番に終わった。9月末に右肩の手術を受け、最低6ヶ月以上のリハビリを要すると診断された。2012年はマイナー契約で残留。リハビリ当番を経てロースターが拡大された9月1日にメジャー復帰を果たした。オフに FA となった。2013年1月16日に ロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。5月31日にメジャーに昇格し、10試合に登板後、6月29日に再びトリプル A 級アルバカーキアイソトープスへ降格する。9月1日にロースターが拡大するのに伴って再び昇格する。最終的に14試合に登板するも、防御率6.46に終わった。10月22日に、 ディーフとなる。2013年11月23日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結んだ。2014年3月26日に自由契約となった。2015年3月11日にブレーブスとマイナー契約を結び、8月16日にメジャー契約を結んだ。11月2日に FA となった。2016年1月27日に カンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ。1月28日に第4回 WBC 予選のオーストラリア代表に選出された。同大会でオーストラリアは本選出場を決めた。シーズンでは5月12日にクリス・ヤング、クリス・メドレン両投手の故障者リスト入りに伴い、スコット・アレクサンダーと共にメジャー昇格した。9月26日のミネソタツインズ戦で、 同じオーストラリア出身のジェームズ・ベレスフォードと対戦し、オーストラリア対決が実現した。同年は6シーズンぶりの高水準となる50試合に、登板し、2勝0敗、防御率3.43という成績を残して、一定の復活を遂げた。オフの11月3日に、FA となった。オフの間は、オーストラリアン・ベースボールリーグのメルボルン・エーシズで、 投資兼人コーチとして在籍していた。2017年2月9日に第4回 WBC ホーム戦のオーストラリア代表に選出された。2月17日にロイヤルズとマイナー契約で再契約し、招待選手としてメジャーのスプリングトレーニングに参加。これにより代表が行った韓国遠征には参加しなかった。スプリングトレーニングでは3試合に登板した。その後、 チームを離脱して3月4日に訪日し、京セラドームで阪神タイガースと強化試合を行っていた代表に合流。シーズンでは4月2日にメジャー契約を結んで開幕25人枠入りし、リーグ最多の79試合に登板した。オフの10月23日に前年同様に選手権人コーチとしてビエルのエイシズでプレーすることになった。 11月2日にフリーエージェントとなった。2018年2月19日に、ブレーブスと1年契約を結んだ。この年は39試合に登板し、防御率4.245の成績を残したが、オフの10月29日に FA となった。その後は、所属先はなく2019年2月27日、現役引退を表明した。2019年、 プレミア12のオーストラリア代表に選手された。サイドスローからの最速時速 152.9km、平均急速時速 145km のシンカー、平均時速 126km のスライダー、平均時速 132km のチェンジアップの3、球種を持ち玉とするリリーフ投手である。いわゆるストレートは、サイドハンド転向後は投げていない。ありがとうございます。